はい、こんばんは。ことでございます。お前ら久しぶりだな。昨日ぶりだ。そうだ、昨日ぶりだ。昨日終わったな。何回ライブ済むんだ。今日は、お前ら、実写？実写だよ。いつもお前が実況やってると思うんだよ。俺がプリパスだけやってると思うんだよ。俺はそこまで暇人じゃねえんだよ。俺はお前たちだって忙しいんだよ。さあ、みんなに紹介しよう。ここが実況部屋だ。かっこトイレだ。そうだ。今日は特設セットを組んで、俺の、妻たちを紹介していこう。さあ、この子は。まあね、知ってるやつもいいんじゃねえかな。書いてある。プリキュアラモードの宇佐美いちかちゃんだ。iOS を殺すことにした。というね、俺の有名なね、傑作の動画に登場しているから、絶対見てくれよな。よろしくね。この子はな、ロコンちゃんだ。めちゃめちゃモフモフしている。俺がお前らの代わりモフモフしてやろう。モフモフ。モフモフ。ああ、素晴らしいモフモフがいいな。この子は沖縄で買ってきた。可愛い。超可愛い。よしよし。そして次にこの子たちだ。左の青い子、キュアベリーだ。フレッシュプリキュアからキュアベリーだ。可愛い。特にこのへそ出してるからたまらんな。あとこのニーソ。ニーソはいいぞ。ニーソは素晴らしい。そしてこのキュアブロッサムだ。ハートキャッチプロキュアの、キュ、ハートキャッチプリキュアのキュアブロッサムだ。あれだ。青空レストランだ。なんだっけ。やべ、名前忘れた。やべ、恋舞台に怒られる。なんだっけ。あれだ。やべ、水木奈々だ。そうだ、水木奈々だ。ちゃんと覚えとけ。俺は今ちょっと忘れてたぞ。ちなみにこれはアキラクラブだ。まあそういう本だ。ググってくれ。今日はね、実況動画ではこうやってね、照明を置いて、俺の実況部屋紹介してみた。どうだ？お前らも実況してみたくなっただろう。じゃあみんな、頑張ってくれ。バイバイ。